皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回のロードトゥーダショーは6月の1日の試合から始めていくからね。現在も AA 所属でございます。43ゲームに出場して打率は2割2分2厘、ホームラン9本で打点は23打点となってます。 OPS 7割前半ですね。まだ前回同様、AA のホームランランキングではトップにいるんですけどね、並ばれましたけど、まだトップですから、前回1本も打てなかったからね、とりあえず今回で早々と、この10本目のホームランを打ちましょう。6月最初のゲームはいきなり代打での出場。ね、スタメンで出してくれませんかね、お願いしますよ。AA ってさ、一番ホームラン打ってるんだよ。ね、それをスタメンで使わないって、バカじゃないって思うんだよね。これね、もうハーパーがさ、今ブルワーズにいるから、もうどんだけ頑張っても正直上に上がれないんだよね。ってことにもう気がついてたん、ずっと。とりあえずハーパーが早くいなくなってくれることを祈りましょう。何年契約かわかんないんだけどね。あのハーパーがだっているんだもん、無理でしょ、積んでるわ。おーっと、いきなり打って、この打球はセンターオーバー、来い。おー、取れてない取れてない、フェンチ直撃、トゥーベースヒットだよね。2アウトならこれ点入ってたんだけどね。2ベースですね。エクストラベースヒット。きたー、ナイス。いきなり出ちゃいました。フェンス直撃の打球。センターが頑張れば取れてたかも。いや、取れないね。さすがにこれは。これ取られたら発狂もんだわ。さて、代打で結果を残した俺。最高だね。前回2本しかヒット打たなかったからね。この打球はライト抜けないが、内野安打だね。イエースイエースイエースイエス。この調子で俺も返してくれ。もうノーアウトランナー3塁から帰れないみたいなことないよね。絶対それはありえないわ。どんな打球でも俺スタートするからね。行くぜ。行くぜ。行こう。ちょっと待てちょっと待て。あ、ホームランだ。何も焦ることなかったわ。はい、ズコーン、ホームラン、気持ちいいね。そんな打球を俺も打ってみたい。ま、2ベース打ちましたけどね。よっしゃ、6月最初から非常にいきなりいい始まり方をやっちゃいましたね。この調子で6月ヒットホームランたくさん量産していこうよ。さて、お次は6月3日のゲーム。スタメンでしょ。うおー、また代打。今ね、AA のベンチに所属してるわけだからね、スタメンじゃなくなってるからね。だから代打増えるんだ、こうやって。なんかわかんない、急激に評価落とした。この前まで AA のスタメンだったんだけどね。2球で2ストライク、アウトコース完璧に決まってる。アウトコース、ここもアウトコースだが、なんとかカット。いや、3球三振なんて絶対しねえわ。4球三振はしても3球三振はしねえ。危ねえ、全部アウトコースだね。でインコース、しかし外れている。残念、振ると思ったが、そんな安易な攻め方じゃ俺を抑えることはできない。ピーマンからのアドバイスね。はい、スリーボール、センキュー。フォアボール来る、入れてきたがファール。ナイスカット、ナイスカットマン。ここからあと10球粘ろうか。今球数106球だからね、死ぬかな。はい、ボール、イエース、フォアボール。このフォアボールは大きいわ。もう実力で選んだ、相手のミスで選んだフォアボールではなくて、もうこれは俺の制球眼というもので選びました。いやー、 AA で全然今季フォアボール選べてないんでね、俺といえばもうフォアボールしか選ぶことができなかった人間なんだけど、今季はその能力をちょっと失っていたからね。まあその分ホームラン打ててるんだけど、アウト、残念。この試合では得点に絡めず、代打でフォアボール。そもそも代打で2ベース打った男、なぜスタメンで使わないのかわかんない。まあ、次の試合は来るでしょうね。来てくれないと怒りますよ。スタメンで出せ、この野郎。はい、お次は6月4日のゲーム。スタメン来い、スタメン来い、スタメン来い、スタメン来い。よし、来た、行こう。おっ、いけ、ねえ、あと一伸び足りない。さて、2アウトランナー2塁1塁。6月に入ってから絶好調の俺。まだ3打席しか経ってないけど。
まあでも今の凡退見る感じではもう確実に調子はいい。あの前回みたいにもうヒットは出ないとかそういうのはねえわ。今ね、信頼を失ってるんだよね。WA のベンチ所属まで落ちてますから。スタメンじゃないからね。なのでこの試合で打っても次の試合スタメンじゃなくなってるってことがあるかもしれない。なのでここでアピールしていかないと。うわぁ、我慢正面で得点圏で打てず凡退だ。おいエス落ちろ、よっしゃーシングル、ゲットだぜフォアボール。はい、今日の試合は終了だね。よし、いきなり6月最初のゲームで大活躍と言ってもいいでしょうね。シングル1本にフォアボール1つ、2出塁チームの勝利に貢献できて、負けてますからね、貢献もクソもねえわな。まあでもいい活躍だった。お次6月5日スタメン、スタメン、よし2試合連続いきましょう。はい、ただきまたまたシングル1本。おお、ランナー3塁に進塁、いい走塁だね。お、スティールベース、盗塁のサイン来たね。行こう行こう行こう、ゴー、いける、モーションめっちゃでかいわ。あ、余裕余裕、あ、もうこれ余裕だわ。キャッチャー投げきれず、もうそれのそのでかさのモーションはね、もう本当走ってくださいって言ってるようなもんというか、もう言ってるね、声に出して言ってる、もう走っていいよって、盗塁するのはどうぞってね言っちゃってるもん。で得点に絡むと最高じゃないですか。嘘だろーい。1点差を追いかける場面で2アウトランナー2塁、俺ですか、来ちゃいましたね。ノー、いい場面だよ。ここで打てばまたスタメンどころか上に昇格あるかもよ。絶対打たないとダメよ。なのに2球インコースのボール、完全なボール球を手出して2ストライク、どういうことだ。俺が監督なら次はねえな。2ストライクか代打送ってもいいくらいだ。ちょっとひどいね、振っちゃダメな球手出しすぎだな、気をつけないと。外2球、うわ完全なるフォアボールだったねこれ。びっくりしてるだろうねファンは、え、なんで 2-2 って。あー、また三振、完璧なアウトコース。1球も振らなければ塁に出れたものをバカだね俺は。悩んだ、期待してみよう、ゲットだぜー。完全なる打ち損じだが、こう足があるからね。まあこれ打たれた時点でピッチャーの負けだということだ。残念でした。でこれ1点差追いかける場面でのランナーだからね俺。盗塁のサインは出てないが、おい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 、俺の内野安打を見てさ、何か思うことはないのか君ね。え、絶対打ってやろうと、あそこまでして塁に出たんだ、あいつを返してやろうという気持ちにはならんのかね。よし、三遊間、素晴らしいね。ランナー二塁に進塁。いや、もう俺はここからどんな打球でも帰るつもり、ホームに。あ、もう内野安打だろうが帰るよ。あ、バカだねそれは、止まれないイノシシだ。帰るつもりでいる。この打球はライト線、落ちない、ゴー。ただ三塁へのタッチアップには十分な距離。残念、帰れず。わいったー、間違いねえわ、ヒット確定、スタンドはいったね。はい、レッツゴー、今季10本目、逆方向に行きましたぽいよね。はい、これ見て、逆方向、これだよ、これ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 を見ちゃったら上に上げざるえないんじゃないかな。うわ、満塁だ、11回の裏2アウトランナー満塁。さーて、これ1点差を追いかける場面で俺だからね。さっきのホームランの再来ねえか、さよならグランドスラムとか、おいおいおい、期待しちゃうよな。お、パスボールで、さあ、いやいや、同点か同点か同点だ同点だ同点だ、よし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 、さよならではない。キャッチャーが弾いて、さてこれで2アウトランナー2塁3塁、グラスラはなくなったけどね、さよならだはありますから。むしろこれシングルヒットでもサヨナラになったからね。ガー、 2-2 追い込まれた、全部フォーシームできてる。
やっちった。この場面で決めることはできず、うーわ悔しいな。もう一回来たぞ。本日7打席目、また満塁、それも2アウト、2打席連続満塁じゃねえか。同じような場面であまり俺に回してこないで、もうプレッシャー半端ねえわ。またここで打てなければ確実にヤジ飛んでくるだろう。はい、来た、どうだ、逆方向、いけいけいけよ、もう頼むよ神様。また凡退で、チームは秋勝ちましたね。はい、勝ったのか。あ、勝ってるね、さよなら勝ちだ。いや、あの2打席打ちたかった。今季10号目が出てくれて、ほんで今日は何安打ですか。3安打くらい打ったのかな。それでもなんか素直に喜べない、そんな1日となりましたね。うわ、ほんでベンチスタートだし、代打ですね。あのやっぱ代打で2回、代打じゃねえわ、あそこの先の2回2打席連続で凡退したこと、1回でも打ってればもう早々と試合は決まったんだけどね。あれ結果的に勝ったからまだボロクソ言われないだけで、あれ負けてたらもうボロクソだよね。あいつにバットを渡すなって言われるわ、どうせ打てねえんだから。よーし、ヒット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 、エラーじゃないよこれ、触ってないもんね、打点付きだ。エラーじゃないぞ、エラーじゃないぞ、ヒットだぞ、ヒットだぞ、ほらね、はい、ヒットいただきました、1打点。ファーストには感謝だね、うまいファーストなら取れてるよ。まあ打ったとこも良かったしね、よかった。まあこちょっと待って、6月入って代打で全部結果残してるよ俺。代打はこれ3打席目、代打では1回も凡退してないもんね。ツーベースフォアボール、そして、ここでのタイムリーと来てるはずだから、代打打率10割か、化け物やね。でこのカードは終了ということになりますね。いや、やっぱ後悔はあるよ、あそこで打てなかったこと。あそこで打っておけば、打っておけば、打っておけば、そういう気持ちだけですね。まあ、またこういう場面がいずれ訪れると思いますのでね、そこで打ちましょう。打率は2割4分4厘まで上げたね。ここ数試合で OPS もかなり上がってると思うんだ。さてお次は6月7日から始まるこれ5連戦になりますね。いきましょう、1戦目アイスタメンできました。 No、 どうだ、かー、いやー、なんでやねー。あー、4-0で終了か。今日はいい打球何一つとしてなかったね。ダメだ、次6月8日、これだとスタメンは、おお、スタメンだったわ。うーわ、初球打ってクソみたいな凡退、何してんねんこいつ。2アウト、ランナー2塁3塁、このチャンス、まあ、ランナーいない時にいくら凡退してもいいけど、こういう場面ではしっかりと打ちたいね。打点ランキングでも今ランキングトップ10に、まあ、入ってるでしょうね。ホームランランキングで入ってるくらいですから。あのインコースのボール球振るくせ、いい加減直せねえのか。完全ボールだろ、なぜ振りに行く、わからねえ。うわー、ダメだ、詰まってる。おー、でも結構飛ぶな、いった。うわー、まさかのまさか、ツーベースヒット、スリースリースリー、ランニングあるかも、ランニングあるかも、ゴー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 、いけいけいけ、ランニング、ゴー、アウト、くっそ、あとちょっと、あと少し早ければ足が、あと少し送球がそれてくれてたら、ランニングホームランあったかもよこれ。まあでもどっちにしろ2ベース、そして2打点は確定ですから。あれ、いやダメか、えイエース、ランニングが無理ならそのままスタンドインにすればいい話じゃないか。今ちょっと打ち上げた感があったんだけど、まさかのそのままスタンドイン。さっきのものを取り返しましたね。ただここはどうだ、ファールスタンドに入ってくれない。
わ、ホームランボール、カモン、カモン、カモン、うわあ、あと少し。はい、いただきました。ど真ん中じゃねえかお前、取れない。ツーベース、ツーベース、ゲッチ。あ、今日あとシングル出ればサイクル達成だよね。シングル出ればサイクル達成だが、9回の表もう3点差で勝ってるからそれはないかな。いや、もう最高の1日だったね。ここまでの活躍は今季あまりしたことないかな。5打数の3安打、ホームラン、スリーベース、ツーベース。今日だけでかなり数字を上げたんじゃないかな。今季11号目も出てくれた。次、6月9日以降。やい、スタメンで3試合連続。お！いったね！余裕のホームランだ。今季12号目。あらら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 ほほほ、ホームラン。すごい弾道だったね。これ見て、もう打った瞬間の、はい、課金。はい、いただき。シングル&打点。やばいね、これ。ほんとタイトル取れそうなくらいのペースで打ってるよ。6月入ってから絶好調だわ。どうだ？うわー、セカンドの守備範囲。3打数3安打とはならず。お、どうだ？あー、いろんな人が出てきたな。3人もあそこいんのかい。誰が結局最後取ったんだ？セカンドか。惜しかったね。あいつが取らなければ。ライトへのポテンヒット。3安打目だったんだけど。素晴らしい。今日もいい活躍ができました。打率も2割5分まで上昇。ホームランも12本。打点も30打点到達だね。次は6月11日のゲーム。ライトのビッグプレー。もうすんげえ曲がってきたスライダーを完璧に捉えて、ほんで完璧にライトが取りやがった。完璧なやつしかいなかったよ。投げたピッチャーのスライダーも完璧、それを打った俺も完璧で、ライトもパーフェクトな完璧な守備。拍手だらけだね。すべてのプレー拍手だよ。あらららららら、ら、これグラスラじゃないっすか。グラスラだね。やっちゃいましたね、ピッチャーさん。ほんで俺もグラスラ打つチャンスやってきた。満塁、この実況3度目の満塁のチャンス。嘘だろおい、こんな来るもんかい。ちょっともう手が震えてる。ワンアウトだからね。2回ここまでやってきてましたけど、どっちとも2アウトだった。今状況が違う。今6点差空いてますからな。まあ、とりあえず1点でも多く返していこう。どうだ、はい、1、2塁間いただきました。2点つくか。いや、1点だね。ほう、3度目の満塁でようやく打つことができた。シングルヒットで1打点。ほう、イエス、さすがにこのライトも取れない。どうだ、んー、おお、エラーかな。4、あー、エラーだ。内野安打でもいいと思うけどね。今のはでも難しいさ、打球だったんだからね。よく追いついたんだから。今日のゲームはこれで終了だね。いい活躍がまたまたできた。最高だよ。最高な日が続いてるね。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにするからね。次回またこの続きから始めていくんで、お楽しみに。はい、じゃあ私現在の成績見ていきましょう。現在 AA にですね、53ゲーム出場して打率は2割5分8厘、178打数の46安打となりました。で得点21得点、2ベースが12本、3ベースが1本で本塁打12本、打点は31打点だね。で盗塁が成功2回、成功2回ですね。失敗が2回で成功率は5割、フォアボール7個、三振が33で、出塁率が2割8分3、長打率は5割3分9で OPS は8割2分3となりましたね。ちなみにこの12本のホームランはですね、これキャリアハイになりますから、どのリーグでも12本っていうのは打ったことはない。1年目 AA で11本打ってますけどね、記録更新となりました。いや、いいですね。ほんと今回はめちゃくちゃ打てましたから、次回もこの勢いで6月の試合をね、プレイしていきたいと思いますので、次回の実況もお楽しみに。グッバイ、またもうぜ、ヘイ。